皆さんこんにちは、今日は8月の今日26日です。ここは硫黄島です。前に行くっていうのをちょっと議会で言ってたんですけど、ついに、硫黄島に来ることができました。見てください。これがクリント・イーストウッドの映画にもあった激戦になった海岸ですね。ここは今すり鉢山です。例の一番高いところです。はい。方角としてはですね、向こうに見えるのが南で、これが南硫黄島です。見えることはあんまりないそうで、珍しいそうですけど、見えるのは向こう側に見えるのが、これが、北硫黄島です。向こうにあるのが、硫黄島の基地ですので、方角的には北東ですね。で、この海岸から上陸したんですけれども、今この島は火山の島で隆起をどんどんしているので、実際にはこのグリーンのところあたりが当時の上陸した時の海岸だったそうです。こっちが北海岸ですね。これが南海岸です。今回もちろんここ島自体が自衛隊の基地ですから、普通の人は来ることはできないので、青年会議所JC の授業で、ここに来ることができたんですが、もちろん好奇心がないことは否定はしません。ここにやっぱり来てみたいっていうのはもちろん純粋な好奇心でもありました。でもやっぱり戦争と平和っていうものを考えるきっかけに、きっと僕割とそういうの発言とかもあったりしたんで、考えたりしてるんで、そういう一環として、何かまた新しい自分の中で、考察が得られるのかなと、思って、来られました。はい。広島とか長崎でもちろん原子爆弾でとか空襲で命を落とした人もいますけど、ここでだってやっぱり戦争に駆り出されて、ここで2万人以上の人がこの島で、亡くなってるわけで、いまだにまだ骨がいろんなところに遺骨が埋まってたり散らばっているそうです、この島全体が、ね、ですからここだって日本の領土ですから、日本の本土です。ここだってここは東京都の小笠原村の、硫黄島です。ここも日本の領地であり、領地であって、そして戦争があって、ここで、たくさんの人が、亡くなった島です。これが星条旗を、アメリカ軍が星条旗を建てた穴です。これが有名な星条旗を建てる時の写真の幕ですね。はい、ですね。これは戦後米軍がここで死んだ仲間のために、こう手向けに自分のネームタグを捧げていったそうです。